ミルク休み時間ラジオ井上までございます。ノーミルク佐藤です。いや、サムネ見てびっくりしましたよ、先生。肩こりが一発で治る方法があるんですか？そうなんでございます。今日はその方法を紹介していきたいなと思うんですけれども。南野選手のお話ということで今日は。そうですね。はい。ちょっと佐藤的にですけど、南野拓実選手、ちょっとリバプールなかなか最近出番ないっていうところありますが、はい。来季マンチェスターユナイテッドと言ったら面白くないっていうところでちょっとね、提案的な感じの。これは先生の提言、なんか理由があるってことですよね。何にも理由なく言うような子じゃないからね、先生はね。もちろんでございますね。まず何がって話なんですけど、今季途中から今マンチェスターユナイテッドのラングニックさんという方が監督を務めてるんですが、GM 兼任なんですよね。だからね、いわゆる暫定監督みたいな状態で今年やってるんですよ。すごいね。だからでも監督辞めてもチームに残って指揮を取ることでしょ、事実上の。そうなんです。はいはい、陣頭指揮を。はい。そうなんです。で、そのラングニック監督が来季のマンチェスターユナイテッドの監督も決めたんです。え？で、それが現オランダ AL ディビジのアヤックスを率いてらっしゃるテンハグ監督。テンハグ。うん、まあテンハーグとかテンハグとかいろんな言い方あるんですけど、テンハーグって街あるよね、オランダにね。そうそう、まあその近くテンハグさんっていう方がいらっしゃって、まあ田中っていう街もあるもんね、日本に。それはしょうがない、それはそうだよね。そうなんですよ。その方にもマンチェスターユナイトからもすでに発表されましたと。なんか師弟関係とかあるのかしら。おーい、ちょっといろいろ話していきたいですね、そこら辺と。ちなみにこのね、テンハグさんっていうのは2017ぐらいからもう5、6年アヤックス率いていて、今年なんかも無敗で、失点も15失点しかしてないんですよね。事実に率いてきて、85得点15失点みたいな感じですから。すごいね。まあアヤックスだからあれだけど、それにしたらすごいね。そうで、しかもアヤックスって僕らからすれば超すごいチームに見えるんだけど、確かに超すごいチームなんだけど、よく考えるともともと数年前考えたらね、デヨング選手とかデリフト選手とか含めて育ってくるんだけど、みんな全部奪われていくんだよね。まあそうですよね。そう。育成に定評あるだけに。そうなんですよ。やっぱ日本一みたいになってるもんね。そうなんですよ。だ毎年チームの半分入れ替わりながらずっと首位みたいな状態なので。そうか。そうなんですよ。まあそれがすごいで、戦術もすごいってところで、まあ彼が今回マンチェスターユナイテッドの監督に抜擢されると。で、もともとこのテンハーグさんはビルドアップがもともとうまく、これちょっとミルアカでちょっと動画1本作ろうかなと思ってるので、ちょっと待ってていただければいいんですけど、どうやらプレス系なところをなんかうまくやっていきたいっていうのが、なんかラングニックさんとなんかテンハーグさんの意向みたいなところがあるらしいんですよね。どうやらね。で、この夏にマンチェスターユナイテッド12人ぐらいも出すんですって。えー、で出す名前がやばくて、ポグバ、いらねえと思う。いらねえと。嘘でしょって思うけど。で、他に、マティッチ、リンガード、カバーニ、ファンマタ。で、他にも今、レンタル、あと他にワンビサカとか。ワンビサカって若いんじゃないの？若いんだけど、いわゆるテンハグの思考には合わねえから。何それ、何？他にも、ラッシュフォードとか、あと、マルシャルとか。継続性とか全部切っちゃうわけ？年齢若返りはわかるけど。スタイルに合わねえやつ全員切るからってので。テンハグ？これはでもラングニックの方の話で。で、今、リバプールとは相当の、この間 0-4 で負けちゃったんですね、ユナイテッド。で、今、我々はリバプールとの差はある。ただ、記者の皆さん聞いてくれと。我々はこのリバプールに 2,3 回の移籍市場を経たら並ぶことができるだろう。だから多分契約の関係とかでうまくその 2,3 回の移籍市場、夏、冬、夏経験したら。あんまりかっこよくねえな、そのセリフ。いやいや、冷蔵庫にあるもんで作るのがおめえらだろうっていうね、料理人。でも、料理人がね。まあね。記者の皆さん落ち着いてください。今日はまずい飯を出しました。しかし、ね、そうでしょ。新鮮素材が手に入る来年には美味しいもの食べさせましょう。いやいやいやって思わない？まあそうなんですよ。なんかね、これもラングニックさんの発言的なところもあるんですけど、今までの、つまり最近のユナイテッドってアスリート能力がべらぼうに高い選手を集めてきたっていう話なんですって。足速いとか。そうそうそう。体強い。ただ、そうなんですよ。で、ただラングニックさんとか、あとこれからのテンハングさんの戦術の意向としては、そうじゃなくて、やっぱ、ボールのその扱いにかけた方とか、ただそのプレスうまい方とかってことを取っていきたいんですって。そういう人たちを、まあ、例えばね、元久保建英とも一緒にやってた、今、ビジャレアルのセンターバック、スペイン代表のパウトーレスさんっていうところとか、何か候補が上がったりするんですけど。じゃあもうあれだ、本当に過去のマンチェスターのやり方とか、あとは、ね、ちゃんともうそのランゲニックラグニックもう任せるってことなんだね、体勢が。そうなんですよね。ああ、じゃあファーガソンとかもう見に来ちゃダメとか言われるのはね。かもしれないですね。わかんないですけどね。いやいや、そんなかわいそうなことしないでしょ。やっぱね、伝統あるクラブだけなかなかね、いろんなこと変えるの難しいから、結局ね、まだレジェンドのあれとか意向が強かったりとか、そういうのでやってきましたけど、ちょっともう限界だということ、うん、新しい血を入れ替える。そうなんですよ。はい。哲学も入れ替える。442でもなくなるかもしれないってことでしょ。もしかしたら違うかもしれないですね。で、もともとラングニックさんってドイツ関連とかレッドブルとかね、そこら辺でのやっぱね、名前挙げてきた方でもありますけど、思えば、まあね、クロップさん、ドルトムントでやってて、あとは、ペップさんはバイエルンでもやってて、で、実はこのテンハグさんは、そのペップがバイエルンでやってた時のバイエルン2を率いてた方なんですよ。要は、下部組織系ですよね。だからそこでやっぱいろんなことを学んだのもちょっと大きかったんじゃないかって。それで、オランダ渡ったとこう、ステップアップ遂げて、アヤックスでも相当な力出してってことになるので、来年は指定対決がプレミアで見られる。もう今もう指定対決とかばっかりですよね。そうなんですよね。同じチームでやってたとか。本当なんだろう、こう、弟子のエキスみたいなね。そうなんですよね。今ね、面白いですよ、皆さんね。そうなんですよ。だからドイツ系のパターンで、このテンハグ×ラングニックっていうのでのマンチェスター・ユナイテッドになってくるからこそ、ボール奪えてボールの扱いが上手い人たちを集めていくことになるから。ああ、だからってことね。そう、南野拓実選手めっちゃ合うじゃねえかっていうところで。へえ、なるほど。ね、同じくレッドグループでザルツブルクでもやってたりもしたし、リバプールっぽい戦術っぽくもなっていくわけですよ、ユナイテッド。なるほど、なるほどね。そうそうそう。はあ。もしかしたら南野選手、ユナイテッド行くと結構合うんじゃないっていうのを今日はちょっと提唱したいなっていう。これはちょっとぜひお願いしたいです。痛いよね、と。クリスチアーノ・ロナウドとかどうなるんですか？クリスチアーノ・ロナウドももしかしたら出る可能性はある。うん、でも先日は合わないでしょ？だって合わないね。合わないし、大きな改革をする中でやっぱりちょっと存在大きすぎるでしょ。そうなんですよね。ね。そうなのよ。でも顔がいなくなっちゃうとちょっとね。そうなんです。っていうのもあるから。誰をどう使っていくかにもよりますけど。なんかすごいその話題性、要はムバッペ、メッシ、ロナウド。ね、何いろいろいるじゃないですか。そういう人でその戦術に合う人はいないんですか？ムバッペは合うね。ああ、そっか。強いて言えばこのね、テンハグさんの一つの傾向なんですけど、なんで今のマンチェスターユナイテッドのメンバーが合わないかっていうと、いわゆる複数ポジションをしっかりこなせる人じゃないとダメっていう、専門系じゃダメなんです。ああ、なるほどね。ポリバレント系プレーヤー、新しいサッカーはそっちだという。そう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 。合わないなーって思いながらやってんだ、今。俺のやりたいこと全然やるやついないなーって思いながらやってんだ。やってるらしいですね。監督も言ってるし、選手も言ってる。それはうまくいかんわな。どうやってチーム運営してるかわかんないけど。なるほどね。過渡期だなー。そうなんですよね。そうか。そう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 。ユナイテッドってなんか屈強なセンターバックとかさ、なんかこう、俊敏なフォワードとか、なんかそういう。技巧派のミッドフィルダー、イメージがあるからさ、ユナイテッドはなんかそういうの守ってほしいっていうのはないことはないんですけどね。やっぱりこうね、なかなかこう、タイトルも取れてないとかってことがね、やっぱでかいんですよね。そうだね、そうだね。そうそうそう。面白そうだね、でもね、それもね。そうですね。ちょっとテンハグさんすごいのが、センターバックを試合中にボランチにスライドさせるとかっていう、ちょっと戦術あんまり今までのこうプレミアとかで見たことないこといろいろやってくる人でもあったりするので。ああ、そうなんですか。そうそうそう。ないと思うけど、板倉選手とかめっちゃ合うなってのがありましたね。でも今やね、普通になりましたけどね、まさかね、サーモンを炙るなって誰が考えたかですよね、最初ね。目の前でバーナーで炙るなんてね。いや、そうだよね。当たり前を作る仕事ですからね、最初はね。そうですね。わっと思われますけども。そう、だから南野選手は最前線もできる、サイドもできる、インサイドハーフもトップ下もできるって選手なので、このやっぱね、テンハグさんの形にも合うんじゃないかなっていうと、4123と4213も試合中でかなり使い分けるので、なるほど。複数できる人がやるとよりいいなっていうのがあったりするんですよね。かなりこう適任というか、かなりこう適性は高いんじゃないのかなっていうのはすごく、先日今いろいろ勉強してというか、今資料作ってるんですけど、めちゃくちゃ思います。見立てするわけですね、先生はね。そういうことでございます。まあ、そんなにしないうちに動画4月中には出そうと思いますので、皆さんぜひ、はい、ミールワーク本編の方見ていただければと思います。皆さんはご意見いかが思いますかということでございまして、うん、ありがとうということでございました。ということでございまして、はい、そんなお話でございました、うん、リバプールからマンチェスターっていうのは大丈夫なんですか、ファンからすると。あんまり、そんなにね、そんなにこう、ないです。禁断感はないんですかね。ないですね。かつてもいるっちゃいるでしょうね、それはね。いるでしょうね、誰かね。あんまこうパッと出てこないけど。なるほどね。帰ろうしなという思いますけどね。はい。よろしくお願いします。ということで、今日もありがとうございました。ということで、毎日やってます雑談コーナー。明日も聞いてね、井上真央でした。ノンミルク佐藤でございました。ありがとうございました。それではまた。